どうもふふくろです。じゃあ蒼白の雪、実況プレイやっていきましょう。前回なんか手紙をどんどん読んでて、ここの扉くぐれって言われたんですよね。じゃあまあ、キリ君、あそこにあっていくつもの紙読んだ？うん。どう思った？どうって。カヤが書いたんじゃないのか、悪いと思ってる。どっちだ？え、何言ってんの？死んだ。気を取り直して。悪いと思ってる。本当に？そう思ってる？ノエル？あれ？気づいてなかったの？気づいてって何が？なんだ、知らなかったの？まさか何か分かったのか？うん。知りたい？教えてあげよっか。ああ、教えてくれ。そうだよね。わけのわからないままじゃ意味ないもんね。意味？ううん、こっちの話。覚えてる？カヤを見つけたあの日。何があったんでしょう。雪が。おーい、カヤー、カヤ、おい、雪が。そんな、かなり雪が積もっている。これじゃあカヤは、う、カヤ、ノエル、ひとまず中へ運ぼう。あの時、カヤは死んだ。やっぱ死んだみたいですね、カヤ。あんたのくだらない思い出のために。ノエル？カヤはあんたのせいで死んだんだよ。それを聞いたらあんたのやること、もうわかるよね。なんで逃げるの？おとなしくやられたよ。あんたのやること、ん？なんか出たよ。もうやめよう、ノエル。この声、カヤ？カヤなの？出た。どうして？やあ。やあって、軽いな、お前。やっぱりいたんだね。ノエル、もうやめよう。意味ないよ、それこそ。意味なくなんか。俺と行こ。え？君はもうここにいてはいけないから。でも、お願い。行くって、俺のいる世界へ、だよ。それってつまり、死ぬってこと？一応、そういうことになるね。でも、ノエルにとっては、そっちの方が安全なんだ。どういう意味？つまり、行くよ、私。ノエル、正気か、死ぬんだぞ。それでもいい。カヤと一緒にいられるんだもの。女王。それにカヤの言うことはいつでも正しかった。それはそうだけど。一人になるのが怖い？大丈夫だよ、きっと。カヤ、ノエル。あれから数日。それは引っ越すことになった。親の仕事の都合で。でも、それでよかったんだと思う。連れたくないけど、あそこにいるのは辛いから。引っ越し、また引っ越しちゃった。蒼白の雪。青くて白い雪の中に散った小さな命。制作されるベストプレイ助言、浅くも小鳥ほか、プレイヤー、風白王さん。あ、これプレイヤー名出てくるんですね。エンディングその4、ノーマル。はい。ということで、エンディングに、向かいました。その4とか、ノーマルとか書いてあるようにですね、このゲームは、いわく、分岐があるんですよね。マルチエンディングらしくて。ということで、ぜひとも皆さん手で、もっと分岐を見ていただきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。はい。